はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。まあ、恒例のドミトレスク城、デュークの間からスタートになりますけれども、バイオハザードビレッジ、8回目 ?9 回目わかんねえや。やっていきたいと思います。で、3人娘はもう全員倒して、残るはドミトレスク。で、仮面が必要なんですけれども、仮面も4つ手に入れたので、まあ、これをかぶせに行くところから始めていきたいと思います。ただし、ドミトレスクは徘徊してると思うんで、調べる。この時って、時間経ってんのかな?経過してないよね?っていうか、なんだこれ?誰をやればいいんだ?悲しみを知りし戦士。悲しみ。悲しみ。悲しみ。これか。次。ガチャっていったな。ちょっと待って、一瞬でやろう、一瞬で。閲楽。は?あなた、デュークか。もうふざけんな、もうあいつ。喜び。歓喜。で、残るは一つ。フンド。どうだ?早く。は?は?は?開いた?あ、どこ?ここじゃないの?あ、開いた。行こう。で、ちゃんと受け取って、ハーブ。スクラップ。回収。なんかまだありそうだけど、これはその先かな?上ってわけでもないしね。行こう。外だ。端は見ていく。ちゃんと薬液。こっち側も見よう。220円。ちょっとハンドガンに切り替えておくか。弾数そんないっぱいあるわけじゃないんだよね。さて、この先アイテムはもう取ってある。礼拝堂か。これはこれを取ればいいのかな。てかさ、脱出するんだからさ、もうあんまり目的がよくわかんないよね。拾う。なんだこれは。武器っぽいけど武器ではない。お前のせいで全てが台無しよ。やばい。お前は化粧が落ちてるぜ。剣落っこっちゃったけど、よかったのかな。あ、そうか、サムさん。クリーチャーとして変質している。ドミトレスク戦か。剣光ってんだけど。その肉も骨もその体全てむさぼり食ってやるわ。飛んでるし、マジかよ。おお、連れてかれる。このまま落とせば絶対いいさ、死ぬでしょ。いちいち反応しないでもさ。やっと中身に見合う姿になったようだな。ちょっと待て。ちょっと一旦上に行こう。広いところで戦いたい。ちょっとアイテム、アイテム、スナイパーライフルの弾、よし、いろいろ。ちょっとツボがあったけど、ちょっとそれ取ってる暇ある。こっち登れんの。ん、行け。あ、行けた。よし、ここだな、決戦の場だ。え、どこ、やつがどこにいるかわからん。運のいい男でいいじゃん。いや、マジどこ狙うんだ、マジ。なんだけど、どこに。僕がどいたのはお前だけよ。素顔を見た罪を償いなさい。どこだ、弱点は。睨んだ本体か。お前だけ、僕に許してなるものじゃ。スナイパーライフル、狙い撃つぜ。狙い撃てねえぜ。
あ、狙った？わかんねえ。飛びやがったか。しかし、ほら、おおおおお、ハエになった。聞いてるってことか。ガードしてんのか。いや、わかんねえ。これは街か。いや、ハエが来てんな。影に隠れよう。やばい、くそ、うっとうしい。このハエから逃れる術がわからん。どこへ行った。むずい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 。おい、狙い撃つで。くそ、いや、わかんない、近すぎるな。ほら、いるめ。ハンドガンで狙ってみる。奪い取るつもりはないっす、正直。飛んだな。飛んだ時、この時はもうスナイパーじゃないと狙いにくいな。あんたの娘はもう私たちのものよ。ほら、当たった。ほら、ほら、どうだ。落ちろ、カトンボだ。こっちね。で、来たらちょっと人間不正が、ハンドガンで適当にやるか。ほら、聞いてっぽいな。お前こそ私を殺せるものか。正面は危険だ。後ろへ回ろう。俺の方が早い。人間の力をなめるなよ、ドミトレスク。だけ後ろ取れねえ。あ、また飛んじゃった。しまった、ちょっと外したな。これがめんどくさいんだよな。落ちろ。よし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 。で、来るから、そしたらちょっとショットガンでいくか。違う、まだ飛んでるか。血が足りない、血を。なんだ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 。上に逃げるってことか。逃げよう。逃げろ。そして、そして、アイテム、リーズ、ショットガン、ショットガン、ハンドガン、どこやったかわかんないけど。いや、ちょっと戦いづらくなったな、ここは。外へ出るか。いや、楽にしてあげるわね。こっちのセリフだ。ほら、ひるめ、ひるめ。おお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 お。うわ、めっちゃめっちゃ弱っ。一瞬落ちてる。こいつがクッションになってくれたか。倒した。なんか四天王的な存在だったよね。ってことはようやくドミトレスク四天王一人倒したってことか。お前だ。
アイテムなんか全部取ったのかな。なんかわかんねえ。さてこれはどこに落ちてきたんだ。一応前方に行くか。これは入手する。んなんだこれは。ああこれでやっと出られる。汚れたフラスク、ちょっと見てみるか。剣と花の家紋があしらわれたガラス製の容器、何か入っているようだが汚れていてよく見えない。外せはしないよね。なんか細胞みたいなのが入ってんな。イブナンバー3って言われてる。エブリンかな。バイオハザード7に出てきたエブリン菌かな。やっぱりそれを求めてここの城主もイーさんとかを連れ去ったのかな。こっちも行けんだけど、橋が上がっている。あこれ最初のところか。あ違う、裏口っぽいところで家もある。先にこっちに入る。どっちかっていうとさ、村人の方が強いんだよね。あいつら動きが素早いし大量に出てくるからな。調べる。依頼されていた例の細工ができた。洞窟から遺跡を抜けて赤い煙突の家に運んでおいてくれ。へえ、ちょっとセーブするか、倒したし。じゃあここを確認しよう。あさる。何？あ、ある。え、閉めるだけか。ない。アイテム、ここはなんだ。これスクラップか。スクラップだね。マジでゴミに見えんだけど。で取ったからもう用はありません。ってことはやっぱ前方のこれはなんだ。崖の中に開かない。開いた。一本道か。一本道はショットガンの方がいいけど、これスナイパーライフルだった。うん、スナイパーライフルの弾が結構戦闘の前に手に入ったのがでかかったね。うん、なんかいる？これ。え？魚の生肉とか手に入れたんだけど。なんだこれ？食えんのか？弾を、いや、待って。弾を無駄にするんだったら、ナイフでちょっと、切り刻んでやる。どこ行った？いた。待て。くそ。ちょっと画面が、ぐちゃぐちゃになって申し訳ないな。やはり、おお、銃で倒すか。ちょっと全然楽だ。一応魚の生肉を手に入れてあるんだけど、一般的な食材調べる。捨てる。この地域に生息する魚から取れる一般的な食材、このままでは食べられない。納品用食材って何？納品とかなんかモンハンみたいになってきたんだけど。どっちから来たんだっけ。あのこっちから来たから、こっちか。進んでいくのは、おばあさんがいっちゃう。無限の闇より運命の定めが、まだ生きていたか、ばあさん。我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がり、最後の明かりを待つのみ。生にも死にもマザーミランダに栄光を。おい、覚えてるか。城じゃ危うく死にかけた。この村で一体何が起きてるんだ。死にかけたということは生きてるということ。賢者と交わす問答じゃ。は？あ、鍵がある。まだローズが見つからない。
あの子はどこへ連れて行かれた？もう手遅れじゃ。いや、正しくは手遅れになりかけている。あの子は超手遅れじゃないじゃん。命に捧ぐため。中世の話じゃあるまいし、ただの赤ん坊だ。四つの家紋を探せば道が開けるかもしれぬぞ。謎かけしてる場合じゃない。探してるのは娘だ。お、なんか真ん中アンブレラのあれっぽくない？謎が解けた時、謎かけではなくなる。すげえアンブレラの紋章っぽいんだけど。待てよ、見覚えが。おい、待ってくれ。こいつマジどこ行くの？本当に毎回毎回こっちからは開けられない。総欲の鍵、これがマザーミランダかな。写真、それとも若き頃のあのばあちゃんかな。子供がいるね。あの子供なんか失っちゃって、ばあちゃんちょっと行かれちゃったのかな。でアイテムはない。ん？でかい扉だ。鍵を外した。これも城には戻れないのかな。何個かアイテム取り逃してると思うんだよね。進んでいこう。これはガッチャ。どこへ出る？なんだここは。祭事場。祭事場っていうけど安全地帯じゃないかね。いや、アンブレラだよこれマジで。ん？汚れたフラスクとか、この記号どこかで。そうだよね、絡んでんのか。とはいえここはまだ使うアイテムがないと思うんで、先へ行きますか。ここもなんか火つけられそうだけどね。あ、でも石炭入ってないからつけらんないか。マジでどこな。村か。いや、村は本当にやだ。大丈夫か。もう死体は、いや、いる。くそー、矢がめっちゃ刺さってんな。狙うか。月曜。マジでスナイパーライフル一発で死なないの。早い。くそ、また近寄ってきた。やつら湧いてくるな。ほら、しまった。ここはもうショットガンだな。しながら行くと、うおおお、なんだ、クリティカルヒットが出たか。スクラップ B、 スクラップ B、 980円。クリアリングしていこう。ちょっと待ってね、横は横で気になる。一回登って、こっちとかもなんか道があるよね。お、木箱来てよかった。スナイパーライフル、ちょっとデュークに会って少しでも弾を補充したいな。スナイパーライフル鍛えれば銃弾補充されるからね。スナイパーライフルは一発一発が結構重要だから。さてどっちへ行く。左は行けなかったよね。もう一回見てみよう。いけない、いけない、こっち側いけないよね。よし、進もう。正面、正面から行くか。右、左、こっちはない。左はなんかやつがいたんだよな。橋が上がってる。
これは多分クランクっぽいやつだな。村は結構クランクのあれがあったからこっち入れんじゃん。なんかある？ん？なんだ？なんもないか。ここはアイテムの取り逃しとかがちょっとわかんないね。正面怪しい。左も行ける。そして右にも。さあどっから行く？参道か。ん？なんだ？スクラップだけか。ん？待って、ちょっと待って、どこだ？一回出よう。どこだ？中か？くそ、この声だけすんのがマジでやだ。行くか。待って、本当にわかんねえ。後ろから襲撃されるのがちょっとな。ショットガンで出会い頭。いた。ほらほら。いや、まだマジショットガンの弾3発も使った。980円、その分の対価として合っていたのかはよくわからん。こういったらハンドガンじゃちょっともうやりきれないからね。こっちもあるな、部屋が。宝箱がある。大丈夫か、取って。え、挿浴の鍵、鍵穴に合わない。マジで。あ、書いてない、わからんな。いや、中へ行くか。村に戻る？鍵外して。鍵とかかかってなかったし。入ってしまった。あ、ここ？共同墓地。で、こっからミランダの城に行ったから、こことかだって一回来てるもんね。んー、なるほど。まあいいや、とりあえず行こう。大量の敵との戦闘になったらちょっと、まあ、部が悪いからな。聖杯の祭壇。来ましたね。ここなら会えると思っていました。無駄骨だった。そうですか。でも何か手に入れられたのでは？ああ、何かはわからないが。おや、娘さんがその中にいるじゃないですか。何を言ってる？よく見てごらんなさい。ヘッド。ローズマリーウィンター、頭部。その瓶には頭部が入っているようですね。その周りにはいくら赤ん坊とはいえこのサイズに収まるの？そんな、なんで？ローズ様は。ちょっと黙っててくれ。いや、こんなのありえない。嘘だと言ってくれ。娘さんはまだ死んではいませんよ。特別な力をお持ちなのです。一体誰がこんなこと。助ける方法ならあります。助ける？何言ってる？どういうことだ？村の西側に赤い煙突の家があります。そこにいる男を訪ねなさい。この話の続きはその後で。もったいぶるなよ。何なのかさっさと答えろ。私を信じなくても結構ですが、娘さんのためです。どうぞお好きに。
すべてはお客様次第。そうでしょう。騙したらただじゃおかないからな。くすったりが。デューク、マジ何者なんだこいつ。おお、いい。ちょっと冷たくなってる。カスタマイズしよう。で、装填数上げる。すぐに仕上げましょう。これで6発前段込められたんで、とりあえず新商品が入りました。で、あとはうわー、アタッシュケースたっけ。3万もすんのか。これは手榴弾だね。手榴げっ、高くなってる。スナイパーライフルの弾、あれどれだ。これが普通のハンドガンだよな。これなんだ、スナイパーライフル手ぶれか。倍率スコープいいね。ここら辺はもう全部買ったやつか。とりあえず売れるものをドミトレスク超高くれんだけど。高額換金アイテム、さすがにドミトレスクは。食材はちょっとな、まだ売りたくないしね。すべては投資の一環。まあいいや、またお会いしましょう。ちょっと高額換金アイテムだから、さすがにこれはなんかと組み合わせるってことはなさそうだな。で、あ、またアンブレラか。何かを入れられそう。で、どっちへ行けって言ってた。これ何の鍵だ。錠前、こっちから来たから、こっちは行けんの。あ、鍵か。結局私欲の紋章。なるほど、さっき鍵取ったから、村の中にある、私欲の胎児の紋章で、こっちに行けるようになったのか。タイプライターないの。まあ一応安全地帯っぽい感じはするけど、行くか。総欲の鍵、で、ここの鍵も外して、ガチャ。ピンチになったら、やつのデュークのとこに戻ればいいだけでしょ。で、最初の、あ、ここ、バルキリー像か。で、赤い屋根のあれか、そこか。明るいね。あ？これ壊しとこう。たたりなの知らん。この野郎。で、キーピックちょっとやっておく？なんか結局城の中で使えなかったかな。ガチャ。で、こっち。で、ここ。二つあるからね。壊れるっていうところがいかれてるよな。ショットガン7発。よし。結構でかい。いや、すげえ明るいわ。あれ？アイテムまだあんの？ここ。鉄格子の鍵。ただいけないよね。こっちは。え、まだある？気になる。いや、分からん。冷蔵庫の中、戸棚の中。無理だな。ここも開けられるわけではない。いや、マジか。ここは扉だもんね。上で、キーピック開けた。は？どこだ？ろうそく。どっかに宝石があるとか。
ていうわけでもなさそう。まあいいや、こっち側とか。行こう。この家か。入れんの？こっから入んのか。向こう側から施錠されている。入り口はどこだ。こっち行ける？いや、行けないよね。ってことはだよ、ここ行けない。回ってくか。ここが開いてんね。前回開いてたっけ。どうする。ショットガン、ハンドガン落とした。ちょっと待って、どこだ。いや、マジなんだ、どこだ。こん中いける、こん中いけるわ。入ってみるか。ちょっと一瞬でしまっちゃったよ。いる？いや違った。いや、この布切りビビった。これはなんだ、旗折り機。関係ないか。くそ、ちょっと待って、パクロ。こっち、いや、わかんねえ、声。で、ん？どっからどう行くんだ？目的地はここ？だよね。いや、あの家の中はマジ探索したくないんだけど。木彫りの像はキーアイテムではないよね。そうだよね、売るやつだから。あ、これでも組み合わせられるのか。多分行くか、アイテムのために。よし、ハンドガン。まだあんな。あー、キーピックやろう、持ってるし。まあ、キーピックはね、必須アイテムが入ってるわけじゃないんで。ショットガン、ただ少し弾は多めに入ってる気がする。よし、 OK。 ただ音がしたのが全然意味がわからん。で、鍵開けて、一応通れるようにはなったか。だから何って感じなんだけど。ん？こっちでしょ？トイレみたいだな。開くの？開いた。スクラップ。閉めよう。いや、こっちではないな。この間から行くっぽくない？あれ？どっから来たっけ？ここか。ここじゃなくて。この、あ、行けねえ。あ、こっから行きたかったけど行けなくなってるわ。で、クランクはまだないでしょ。だからやっぱこっちか。ここは？あ、変わらんよな。この休耕地に入ってく？それとも鍵を見よう。鉄格子の鍵か。こっち行けそうだな。そんな遠回りしていく？ここ鉄格子の鍵だから多分。で、城前。いや、急行地か。でもここ回っていくか。ここは行けそうにないもんね、もう。ここなんだっけ？入ってない？めっちゃ荒らされてるけど。
なんもないね。あ、で、こっち行って、で、さっきのところに結局戻ってきますだから、で、行き止まりだから、やっぱこっち違うのかな？裏、上登れる？登れないね。ちょっと急行地から行くか、じゃあ。ここも、残骸があっていけない。あ、カラスいっぱいいたけどちょっと仕留められなかった。血肉が飛び散ってんな。一回ちょっと許可行くか。あれ、なんか、え、なに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 、え、どういう状況は見てみよう。作戦記録、記録者 NH、 事故現場到着、 EW、RW いずれも発見できず、村に侵入、数体の BOW と交戦、 EW の痕跡を数点発見、 RW は不明。 EW ってイーサン・ウィンターズか、でローズ・ウィンターズか。 RW は小教会を一時拠点として作戦会議、研究室の探索、採取の採取と分析、隊長は村外れの工場に単独潜入。これはあれかな、 BSAA の部隊が入ってきてんのかな。まあというわけで、とりあえず小教会で、一時休憩して、次回またやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。